は乾貴士選手のドリブルの分析解析をしたいと思います。一度一緒にトレーニングさせてもらって、何がすごいかとかそういう部分も映像だけじゃなくてね、実際僕も肌で感じて伝えられる部分もあると思うのでやっていきます。乾選手、何がすごいか、仕掛ける数、代表選手とかを分析解析した時に、試合で仕掛けるドリブルの数って2回3回っていう選手もいるんですよね。サイドのアタッカーであっても、乾選手の場合は少なくても6回ぐらい、多い時は10回以上仕掛けるので、明らかにねハードルが上がってると思う。こいつはドリブルで仕掛けてくるやつだぞ、ディフェンス警戒しろよ、味方もここでアクセントをつける場所だ、やってくれよっていうような中で結果を出せるっていうのがすごいと思います。もちろんね、仕掛ける数が増えれば失敗してしまう数っていうのも仕掛ける数が少ないよりかは増えるとは思うんですけど、それでも逃げずにねチャレンジする心の強さ、サッカーを楽しいからやってるんだっていうところがミスを恐れずにプレーするところにつながってるんじゃないかなと思います。乾選手のプレーで世界的に見ても気が抜けてるって思う部分はカットイン。もちろん試合って相手のこと分析するんで、カットインをたくさんしてたらカットイン行かせないようにしようとか、カットイン行ったところでボールを取りましょうとか、分かっててもカットイン行かれちゃうんですよ。で、なんで行かれちゃうのかなって考えた時に僕気づきました。すごい空振りがある。普通カットインをすると言ったら、アウトサイドでカットインをするって言ったら外側に置くはずなんですが、彼の場合は左足の前に置きます。左足の前にあるボールをインサイド触らず足首でカットインするんですね。ディフェンスからするとこう向いたら、え、なんでその走りの動きからこっち行けたっていう風になってしまうので、逆を突かれて行かれてしまうんですね。あともう一つはリズムと柔らかさなんですけど、すごい高く上げたやつをトラップする映像とか皆さん見たことあります？乾貴士トラップシュートとかやったら出るんじゃないかな。ピタッと、ピタッて止まるんですよ。ピタッて止めれるのもすごいんですけど、ピタッと何かするっていうところに僕は着目してて、縦のドリブルとかもボランチとかから横にパスが出ます、ディフェンスも狙ってます、インターセプト。でもインターセプト間に合わないなと思ったら、ダダダダダダって来たボールをそのままダイレクトで縦に転がすんですよ。アウトサイドでさってね、フレンドリーパークだっけ、ダダダダダダーってさ、ダーンちょうど来てたら、えぇーそうそうそう、えぇーみたいになるさ、こういう風にってやつみたいに横からパス来て、ダダ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 ーンってちょうど行かないとうまくいかないようなものを毎回できるんですよ。リズミカル、力みがない、この2つが合わさったプレーで縦の動きっていうのはすごくうまいなと思ってます。高校生の頃からね、スペインリーグで活躍していきたいっていうのを言っていたんですけど、それをね叶える実力と気持ちの強さ、思いの強さっていうものをすごく感じます。これからね、日本から彼のような選手がどん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 出てくれることを願ってます。乾君のカットインとリズムに合わせてのダイレクトで縦に抜いていくやつ、覚えてみてください。